2018明治安田生命 J2 リーグ第13節ロアッソ熊本対ヴァンフォーレ甲府の一戦を熊本市の笑顔健康スタジアムからお伝えします。連敗を止めたいホーム熊本、6試合ぶりのリーグ戦勝利が欲しいアウェーの甲府です。それではスターティングメンバー予想フォーメーションとともにご覧いただきます。熊本は 3-5-2 のシステムを予想しています。一方アウェー甲府のスターティングメンバー予想フォーメーションとともにご覧いただきます。こちらも前節からは5人入れ替えてきました。上野信弘監督就任2試合目のゲームです。新井亮平シュート狙ってきました。決まりました。新井のシュート、味方の選手に当たってゴールマウスに吸い込まれました。甲府先制です。雨の日なので、シュートを打つってことで、ね、やっぱ何かが起こりましたよね、はい、シュートを打って相手あ味方選手の背中に当たってコースが変わりながらですね、ここでボール持った時にもうちょっとね熊本の選手プレッシャーに行けたらよかったですけどね、はい、新井ではなく19番小塚の得点ということになりました。まあ、その危険なところには入れさせた時にもう甲府の方もねしっかりこうプレッシャーいけてるので、はい、まあ、容易にはできないですよね、はい、堀米浮かせたシュート、ゴールに吸い込まれました。抜群にうまかったですね。テクニックを見せました堀米勇輝。甲府2点目。いや、うまさが出ましたね。そうですね、まあ、フリーランニングで相手のディフェンスの背後を取りながらですね、はい、長いボールで、まあ、少しここでボールの処理を誤ったときにもうこの状態でキーパーの位置確認してましたよね、しっかりとコースを狙ったコントロールシュートで2点目を奪いました。シュートを打っていきましたがブロックに当たっています。そして上原サイドを変える、ちょっと中途半端になりました。堀米自ら持ち込んでいきます。そして小塚、素晴らしいパスですね。シュート、旗防ぎました。堀米ね、抜群にうまかったですけども、はい、まあ、シュートがキーパーの正面だったんで、まあ、甲府はね、セットプレーでの失点が多いからですね、はい、ちょっと気をつけたいですよね。そうですね、右足のキック、ヘディング、キーパー正面。アンビョンジュンのヘディングはキーパー正面でした。ボールでドンピシャでしたけどね、キーパーの真正面でしたね、はい、青木キープしています。田辺にここは新井が寄せてきます。奪いました、ジュニオールバホス、旗飛び出した、かわしてシュート決まりました。3点目。熊本3点目を失いました。田辺がビルドアップの時にボールを簡単に失ってしまいましたよね、ビルドアップの時にボールを丁寧にやるっていうのはすごくチームとしてのコンセプトなので、はい、いいことなんですけれども、まあ、こういうシーンがねやっぱ出てしまいますよね。そうですね、まあ、前半から積極的にああいうところ狙ってましたけどね、甲府はね、から高瀬、八久保立てて要求、その八久保を使います。クロスが入ってくる、皆川のヘディング、わずかに枠の左、小塚どうするか、パスを選択、シュート決まりました。4点目。金園ですね、変わって入った金園、今シーズン初ゴールをマークしました。その前のパスがもう抜群にうまかったですね、このフリーキック、クイックして、ここで右足持ち直してシュートモーションからのパスですよね。そうですね、
ボールは熊本です。伊藤、田中と入れ替わろうというところ、その田中に出ました。ふわっと浮かせて坂本光大のシュート、ファールがありました。 PK ですかね、はい、アンに対して強く行ってしまったってところじゃないですかね、なるほどなるほど。橋爪のファール、熊本 PK を獲得しました。キッカーはアンです。アンビョンジュン決めました。アンビョンジュンの PK で1点を返した熊本。その後です、すぐにボールを取ってセットしようかというところでしたが、そのボールのところで小競り合いが起きてしまいました。もう早く始めた方がいいですね。そうですね、はい、アディショナルタイム目安の3分台に入りました。4対1、甲府がリードしています。ここで試合終了のホイッスル、ヴァンフォーレ甲府6試合ぶりの勝利を手にしました。そして上野信弘監督に代わって初めての勝利です。